The final flicker of life and birth.
マスカスでメルタでございます。いやー今日もいい天気でものすごい暑いですね、はい、暑いな今日はね。なので私たちはですねちょっとでも涼しんでもらおうと思ってね、うん、夏はねラテン比率をちょっとね、だそうです。ちょっとマフィア何言ってる。しょうがないな。皆さんあの金麦って知ってます？はい、知らない。あ、ビール。あ、そうあれあの季節によって配合を変えてるんですよね。で我々は夏季シーズン、夏シーズンはちょっとラテン系比率を高め、秋冬シーズンはあの R&B、 フォービートジャズをちょっと高めに、そんな感じでやってまして、ちょっと夏季ラテン強化月間ということでねその場からやってます。ちょっと、うん、衛星ラテンみたいな顔します。衛星ラテン可愛いよ。衛星ラテン可愛い。ありがとうございます。可愛いって池田様。池田様イカチーク。イカチークね。取り立てやから。取り立てやから。さあやろうか。やろうか。じゃあ次はですね、何やろうか。わからん。これなんで。うわ。え？あ、そっか。じゃあ次ですね。私絶対あのこれは皆さんにですね聞いてもらいたくて、あの今からオパトっていう曲をしますけど、オパトってあのポルトガル語よね。ポルトガル語であのガチョウっていう意味なんですよ。でガチョウがあのこうガンガンって寄って、あのいっぱいいろんなのがね、白鳥やらダチョウやら遊びに来るんですよ、池の周りに。で演奏の練習が始まるんですよ。で演奏が始まったらね、あの演奏が始まったらめっちゃもう不協和音なんですよ。ゲゲゲゲバカ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 って言って、ほんで一人の一匹がガバーンってあの池にポチャンと落ちて、あはウケるわいう曲なんですよ。ね、せやろ、噛んだら寝たらな、せやなということ。めっちゃお友達がのポカーン言ってるということで、オッパとこんな感じですオパとめっちゃ可愛いんで皆さんノリノリで、これなんかやるの、ホサノバ、ホサノバでいきたいと思います。踊れるやつ、そうか、踊れるよ、じいちゃんは。
ウーパーとフィニア。ウーパーとフィニアカナバナブラマジクエンクエンモノマヘクソデデジベチュパンゲタダメのサンバサンバサンバオーガーソンクソダトゥプロベスタクイ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 ケレソフィスタデサスインベンベンケイコテトピカラビンウィトゥボンウィトゥピンダメだからゴーエンフォーマエサヤオパラコメサオティコチコナフーパAgua chupando en la maison de su gato Yo codiciando como el gato en la mato Mágico ser de un final que no cae en un agua Ensayando boca, cuí, 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 cuí Cuí, 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 cuí Cuí, 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 un pato Piña cantando la crema de cué, cué Cuando más rico soy de día de lecho Pa' y tan la mano samba, samba, samba Oh, calzo クイーン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 やるサプチさんでさせんベンベン結構でトピカラビンウィトゥボンウィトゥビンダペラタラゴーワンフォンエスヤパラコムサオチコチコのフーパーアボシュパトエラメソデサカットチュクリスナコムガジョエラマントマシンクセドフィナルカナカイロナルワンインサイアントボカクイーン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 ありがとうございます。曲がね、ありがとうございます。頑張った、めっちゃ練習したね。これポルトガル語でね、ポルトガル、ポルトガル語です、ポルトガル語です。そういう覚えたもんこれね、当たり前ないけどね、当たり前なかなかね難しいよね。ポルトガル語はね、他にもまだいっぱいポルトガル語があるんやけど、これはすごい可愛いよね。1、2分で終わるよね。あの、花ちゃんと一緒。どうした、ただ僕唇。振られるの嫌やね。そうね。よっしゃ。一生懸命撮る。さあ、次はですね。ね、とってもかっこいい曲をですね、いい曲ナンバーをしたいと思いますけど、フライドプライドっていうのをご存知ですか皆さん。男性がギター弾いて、うちらみたいなねユニットなんですけど、めちゃくちゃうまいよね。ね、ことさん知ってますかね。だいぶ見ました。あ、すっごいっていうことですごいんですよ。その人のギターパーをですね、ちょっと一曲やりたいと思いまして、もうギターに注目です。もうめっちゃすごいよねってあげていいかな。よっ、世界の光るやろう。宇宙の光でかく出た。じゃあルイジアナさん、ルイジアナサンデーアフタヌーン、アフタヌーン。But I'm sitting here
And we could be together Louisiana Sunday afternoon. Lord, you got to help me make it through. I can't wait to see my baby soon. Louisiana Sunday afternoon. にゃんちゅうとドラえもんじゃなかった今ちょっとニヤミスやってるにゃんちゅうやってるにゃんちゅう知ってますかみんな知ってる知ってます、はい、あ知ってたよ仕事場の人私もにゃんちゅうできるけどやめとこう僕は一回職場でもう夢があって本当に大きな夢なんですけど職場で責任者出せって言われて対応するときにニャンチューのモノマネをしてクビになるっていう夢なんです大変ご迷惑をおかけしたにゃもういいのあとでもしてください。セッションタイムセッションタイムだねやってほしい大好きそういうさああれやろ、ね、とうとう来ました、はい、今日 の目玉商品でございます今日はね本日ご紹介しますので、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ、やってください、やってください、池田ショッピング、本日ご紹介します商品がこちらですね6月発売になりました、私 あのアルバムですねオーダーカラーというインストアルバムなんですけどあの歌が入ってないんですがメロディーをリリカルにするためにコードとメロディー作った後でわざわざ歌詞をつけてメロディーを修正してギターで弾いて歌わないいや、わかりませんドレムみたいな作り方をしたんですけど
それを歌うということで、はい、2曲目のパラドックス曲をね、歌ってくれます。気に入った方はね、はい、本日揃えておりますので、ぜひご購入をお願いします。いくらなん、いくらなん、はい、で、1000円で安い、安い。しかもですよ、何枚買うの、何枚買うの、はい、最後させて、実用とね、で中に、MP3 ダウンロードリンクが入ってますので、言うてもうち CD プレイヤーないわいう方もね、スマホでやっていただきますので、はい、お客様もこうです。もうそういうのほんと美味しいよ、コンコンってなりますね。ありがとうございます。すごい、とってもいいです。なんかもう池田ヒカルのなんかもうなんかすごい面倒くさいところとかもものすごい詰まったギターソロになってます。もうすごいんですよこれが、キチガイやなっていうギターソロが入ってますので、聴いてみる価値はあると思います。もうだからこの人しか考えられんやろうなと、なんか脳が焼き切れるぐらいやったそうなんですよこれ。あ、でもあれをあんまりインストじゃないけん私の歌が入っとうかって、あ、持って歌う？もっといいね。持って歌えってか。どうかどうか。商売気強すぎる。オッケー。やらしいな。はい。じゃあパラドックスっていう歌ね。歌ってみよう。湯気がしたたる、いい人も悪い人もいない、多分青葉が枯れる、切り株が芽吹く、こっちではまだ行くこの世界、きっとそこには何もない、そこには全てがある、そこにはすべてがある、そこにはすべてがない。やばいやつ、もう一回これでやります。やらしい話、やらしい話。よかった。とりあえずよかった。これね、これに行き届くまでに、すっごい時間かかったんですよ。今日のね。ああ、じゃない、こうじゃない。そうちゃう、濡れてない。そうちゃう。もうね、
よかった。よかった。はぁ、あ、よし、じゃあ、次は、大丈夫、次は多分、皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、中国の曲ですけど、この年代がわからん、私、全く知らない。中国を舞台にした日本で作られた曲。あ、だそうです。中国を舞台にして、日本で作られた曲だけ、昔の曲らしいんですけど、私なんか何年前かよくわからんけど、蘇州夜曲って言って、最初知って、知ってる。あ、してるんだ。浜辺の歌。浜辺の歌。コーラ？リコーラ？リコーラ？リコーラ？蘇州夜曲。もうすごい。とってもいい曲なんですけど。
初啓発も。下手くそやったけど。そろそろなんかあれですね、バンド紹介に嘘偽りが出てくるしね。どういうことですか？原材料2リタ以上って書いてますよ。他添加物。添加物がね。ケーススペースのサイトを見ていただきたいんですけど、我々のバンド紹介、リタ、リタ以上しか書いてないんですよ。原材料歌ギター以上って書いてるんですけど、ちょっとね、添加物がちょっとこう食品添加物を言ってまして、シェイカーとかね、うん、競技、ね、食品添加物避けて生きていけませんからね、皆さん甘えてちゃダメですよ。絡みづらい。飲んでるよ今日は。マミチョウ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 。さあ。カラコチョビロ。マミチョビロね。じゃあ私たちモスカフデミルダ最後の曲です。ありがとうございます。そう。マジギターがっかり。ずっと折ってんぞ。さあ。アレチペコーの太陽のかけらで終わりたいと思います。そう、踊って、ちいちゃん踊っていいよ。愛の歌、愛の歌、ずっと愛の歌。
た。そっと愛の歌君に送るから、愛こっそりただ愛の歌、愛の歌、太陽のかけら、そっとにただ愛の歌、そっと愛の歌君に送るから、入るときに
ね、なんかウェルカムソングみたいな。野球選手です。ねえ、ねえ、なんか野球ね。豊穣曲です。豊穣曲、あ、そうそうそう、そういうやつでよく使われる曲でした。ファイトソング。今日はね、なんか緩い感じで、ちょっともう本当聞く気なくないこの人たち。自分たち終わったからってさ。本当？ごめん飲んでる。全然飲んでもらっていいですよ。今日、うん、もう今日ね、瀬取りが全然決まってなくて、まあ今ここにね、皆さんの顔を見ながら決めてやろうかなと思ってきました。飽きたら呼んで。もう飽きた。なので、ね、遠すぎる。久しぶりにね、聞きに来てくださったので、カジさんだから洋楽、洋楽だって、洋楽から始まったんですけど、うん、いや洋楽好き、聞きたいって前言われとったんでね。どうでもよかった。都合でもよかった。ピアノも少しいただいてもいいですか。オリンピックってスポーツの祭典なんですけど、でもこれって絶対世界平和につながる、世界平和を目的としたスポーツの祭典だと思ってます。
こえてくる。聞こえないため息が私に届く。見えない涙が見えてくる。生きて生きてと私はつぶやく。
なんか私感情入りすぎてね、手とか動くからさっきマイクがなんかこうなったよね。はず。はい、今日寄ってます。はい、今日はねちょっとねやってみようと思ってた試みがございまして、カバー曲をやります。カバー曲といっても、まあ、自分が作ったような曲ではあるんですけども。え、あ、どうぞ。おにぎり食べてまだ残ってるかもしれない。私チタロマというねユニットをね組ませていただいております。このその人とチタロマで歌ってる曲をソロでやりたいと思います。でもさ、こういうのさ、いや歌わんでいい、歌わんでいい、歌わんでいい。だってさ、面白いやろ。チタロマじゃない、ここにおるのに、うん、おるのにチタロマじゃない感じで。誰かの心のない言葉にどれほど傷ついたか想像してみて、悪意も優しさもない一言がどれほど苦しいのか想像してみて、誰にも見せず一人泣いていた、血は流れなくとも心が涙を流す、潰されて消えてなくなりそうになる、時だってあるけれど必死に笑おうとしてたんだ、誰にも隠れて一人泣いていた、あなたの声を聞くたびに生きてるって感じる、あなたと目が合うたびに強くなれる、you
これね、スタロバのバージョンを知ってる方って多分ね、全然違うやんっていうね、爆笑、感動してっていう感じでやらせていただいて、全然違うでしょ、うん、さすがちさんみたいな、いや、ソロやけんちょっと変えてみましたということで、最後の曲になります、次は、今見たばっかり、さっきからずっとるやん、ね、もう今日はみんなお腹いっぱいだと思うんですよ、素敵な音楽が始まってね、ずっとね、ゆこさんからね、もう素敵な天使のような歌声から、なんかちょっと花ちゃんのね、中学生と思えないパフォーマンスから、モスカスさんのね、もう度肝抜くようなね、パフォーマンスから今日はいいライブになってますね。私でいいんですか最後って思ったけど、最後はやっぱちょっと私ね、歌もこうやってたまに歌ってるんですけど、サックスもたまに吹いてます。なので今日はサックスで娘と池田大先生とコラボをしようかなと思ってます。藤島さん何します？もうなんか皆さん入りたい方入ってもらって大丈夫です。あの手拍子とかでもいいし、ごめんなさい、ギター、はーい、これかな、あー、さすがね、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、白いやつから伸びてるやつ、あ、それや、あのね、キャノンが、キャノンが、ギター、じゃあ最後皆さん、ギター弾いてみて、あ、OK、みんなで楽しんでください、はい、大丈夫、嬉しいです。
ありがとうございました。